はい。はい、はい。ほんで、3番の方が今出なかったのは、もう、ここでこう散らばりましたね、普通のように。あれは打つのが弱かったから、スピンがかかって逆回転してても、すでにボールに当たるときに平常に戻っちゃってるってことなんですね。だからもう少し強めに打てば、成功します。はい。はい、みんな成功しましたね。はい、ご苦労様でした。森さん、やはりなかなか、はい。はい、いいですか。それでは、タッチ通過の方をやりますので、いいですね。はい。じゃあ、構えてやってみてください。はい、どうぞ打ってください。はい、みんな弱いんね。はい。それで、これをやるときに気をつけるのは、ちょっと聞いててもらえます？今度は、普通のタッチと違って、ボールに当てるんですけども、角度を取りますので、必然的に狙う位置が違ってきます。ですから、最初にタッチプレーのときに言ったように、目標物を石でもゴミでもいいですから、自分の狙う角度のところの下の地面にあるやつを狙って設定してみてください。それであとは第1日目にやった打法の通り平行に打球線に平行に構えて打てば成功します。じゃあ次赤字